はい、宮ヶ瀬にある虹の大橋という場所に来ております。ここは宮ヶ瀬ダムに架かる橋ですね。自殺の名所として知られていて、まあいろんな例が出るというふうには言われております。ちょっとね、そこを今から歩いて渡っていこうかなというふうに思います。夕方なんでね、全然車通ってますけどね。宮ヶ瀬湖周辺で不審者、不審物発見したり、魚浮上、水質の変化、異常発見した場合は知らせてくださいということで、水量がだいぶ下がってますね。はい、ここはね、その自殺志願者が集まるということで、まあ、有名になってるんですけども、ちょうどそこに今、橋の欄干とかね、あのフェンスの部分に虹が描かれてるんですけども、なので虹の大橋という名前ですね。で、この自殺者が多いので、これを越えられないようにフェンスがあって、まあ、こんな感じで有刺鉄線等もつけられており、自殺志願者が飛び降りられないようになっているという感じになっております。まあ、ここでどういうのが出るという話に関しましては、自殺者の例っていうことしかあまり詳しいことわからないのであれなんですけども、まあそういう自殺が多い場所なので自殺者の例が出るというふうに言われているというようです。まあ、フェンスの何箇所かにはね、足をかけたような跡とかもあって、自殺者がいるんではないかというふうに言われておりますね。あと、なんかなぜこんなところに南京錠があるんだろうね。恋人の聖地的なのと勘違いしてるんですかね。この辺ちょっとやっぱフェンスがたわんでる部分もあったりして、それが足かけた跡なんじゃないかとか言われてるんですかね。ただここでこういう話がありますよって有名なのはあんまりないようで、とりあえず音、声が聞こえるとかっていう話はあるようですね。あと走り屋とかもね、結構夜になるとこの道が峠道になってるんでよく通ってるらしくて、まあ、それもあってあんまり夜とかに来て見るっていうのが、まあ、夜の駐車場も閉まっちゃうんでね、行けないっていうことになってるので、なかなか難しいところになってますね。こちらが宮ヶ瀬湖ですね。神奈川の橋100選にも選ばれている橋で、地元の一部では神奈川のレインボーブリッジ、まあ虹が書いてるからですかねっていう風に呼ばれているという場所になります。こうね、あの景色とかはいいんですけどね。確かに夜中来たら、でも湖とか真っ暗だろうから何も見えないでしょうね。有刺鉄線がね、がっつりあるんですよね、本当に。まあ、昔からでしょうけど、やっぱ飛び降りが多いっていうのが関わってるでしょうね。あと、これすごいよね、これ。トゲ。有刺鉄線だけじゃなくて、フェンスに、なんか、刺さる感じのトゲが。でも、これがあるから、自殺者、
思いとどまるのかなってちょっとね疑問ですけどね。自殺者ってもう今から死のうとしてる人だから別に痛くてもいいんじゃないと思うんですけど、やっぱあれなんですかね、心情的に傷つくのは嫌なんですかね、痛いのは。多分ここもね夜になって雰囲気がライトがついたりして雰囲気が変われば全然怖いというか不気味な雰囲気にはなるんでしょうけども、岩のところはねすごく心地よい感じの場所ですね。ちょっと湖が干上がっちゃってるんであんまり水のいい感じというのではないですけど、やっぱりねここはそのうめき声みたいなのが聞こえるって話があるようですね。 あの辺とか、はい、こういう感じフェンスが破けてますね。危ないんで戻りましょう。ああいうところに足引っ掛けてあそこから飛び降りてっていう感じがあるんですかね。多分 夜とかになると警察とかも警戒はここはしてると思います。なのでああいうのの補修とかもすぐされるんでしょうね。にしては結構雑な補修でしたけど、で抜けた先桜咲いてますね。季節的なものでちょっとね桜を見て、はい、綺麗な桜が咲いております。不審者不審物発見、魚の浮上水質変化というね、宮ヶ瀬にある虹の大橋という橋ですけども、一体何人ぐらいの方が飛び降りたりとかしたのかはよくわからないですね。はい、神奈川の橋百選のですけども、でこちらからね橋の様子が言えますけども相当眩しい。それではそう戻りましょうか。自殺者の霊が出るということで、水面まで200メートルぐらい昔はあったって話ですね。昔とはその水位が変わってっていう話ではあるようです。やっぱそこですよね、そこのフェンス破けてんだよな、そこ。ここでは雑車の霊が出る、まあうめき声的なのがね聞こえるとかって話もありますけども、ただここは知名度かなりあるんですけど、その知名度の割にどういう現象が起きるかって話は全然見つかんないですね。本当ね、観光考えたらこのフェンスとかどう考えても邪魔なんですけど、風景悪くなるんで邪魔ですし、なんか有刺鉄線とかね、もうちょっと先に行ったらさらにこのフェンスのようにトゲトゲがついたりとかね、明らかに観光としてはマイナスなんですけど、まあ、つけざるを得ない状況っていうのがあるんでしょうね。そういう心霊スポットと言われている虹の橋、もうすぐ一往復できますけれども、はい、とりあえず虹の橋往復いたしまして、桜の木がね出迎えてくれておりますが、これが、神奈川県でも結構な知名度、ここで初の心霊スポット宮ヶ瀬湖にかかる、宮ヶ瀬のダムにかかる虹の大橋ですね。